はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報やゲストコーナー、今世間をにぎわせて、にぎわせているホットな話題などなどじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組でーす。でーすときましたね。はい、はい、いやいやいや、どうでしょう、どうでしょう、今のはね、ね、視聴者の方に判断していただくとして、今日はホワイトデーあげました。ホワイトデー、もう、え、今何日、何日ですか。15日からの週です。あ、15日からの週なんですね。あ、あげました、あげました、あげました、あげた。うん、いや、よく今言ってくれました。鼻触った、今、鼻触った。いや、触ってないです。鼻触ったよね、今。あげてないよね。いや、あげました、あげました。うち、あれですよ。はい。子供、バレンタインなんかもらってたから。うん、うん。あげたのかな。ああ。あげてないのかな。ああ。まあ、そんなことはいいんですけど。なんかよくわからない進行ですね、今日ね。今日あれですよ、この収録の日。うん、あの収録の日、今日何日、まあ、収録の日 ね、あの放送よりもっと早いんですけどね、はいはい、収録の日にね、はい、あのあれですよ、子供のが、うん、進級できるか否か、条件付きか否かっていう連絡が学校から来る予定なんです。あ、まだ来てないんですか。ま、今日来るんですか。なんか来るらしい。ああ、その連絡する必要がある人にはするらしい。あ、じゃあ今の時点で来てないってことはセーフじゃないですか。あと、いや、ん、結構遅めに来るらしい。え、それ進級できなかったらどうなるんですか。進級できなかったらまあ大事ですけど、うん、大体は、うん、なんか条件付きみたいな。ああ、今日の連絡があって、なんか仕様はあるんですね。仕様？なんかやりようはあるんですね。なんか歩行を受けるとか、なんかレポートを提出するとか。そう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 。まだもう今日で判決じゃないんですね。判決ではない、判決ではないと思う。うん、いや、判決の人もいるかもしれん。ああ、そうか。結構成績あんまりやったんですか。全然です。全然ですよ。結構平気な感じですよね。1回テストで欠点7個あった、ははー言ってる時あります、ね、何個中7個わかんない。大丈夫ですか、それ。まあまあ、後で後悔すればいいんじゃないですか。いや、でも、親が、大人が言ってあげへんとね、将来後悔するかどうかとか。いや、でもね、うん、正直ね、子供の時勉強しなさいって言われてやりました、うん、僕ですか、うん、ね、僕は割とやりましたよ。お話にならないわ。お話にならないのは君だ。お話にならないわ。じゃあ、だから要は先人の知恵ですよ。だから、あの、お父さんお母さんがね、先に生きて、あんた勉強しといた方が後々後悔するよっていうことを言ってくれてるの聞かなかっただけでしょ、あなた。でしょ。だから私が同じことを子供に言ったって聞くわけないでしょ。うん、いやいや、いや、だからアドバイスやって聞くじゃないですか。え、うちの親あれですよ、うん、自分がすごい、あの、うん、勉強しなかったんじゃなくて、うん、うちの親の場合はできない環境だったから、うん、あの、ちゃんと今のうちにやっとかへんかったら、うん、私みたいになるよとか、うん、うちのお母さんよく言ってたんですけど、うん、まあまあなるよって言われてなりましたわな。でも、まあ、私みたいになるよっていうのは、なんか意外と聞かないですよね。私みたい、うん、だって親のこと軽蔑してないですもん。いや、具体的に何で困ったかとか言われたんですよ、うん、言われてもそんな、その当時はもう、うん、だってこんなんなりたないわって思ってないじゃないですか、親のこと好きやし。いや、思ってました。思ってました。え、当時親大嫌いでしたもん。いや、好きか嫌いかじゃなくて、うん、やっぱ言うても我が親じゃないですか、うん、そこは、うん、なんか、なんぼこう関係性が悪くても、いや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 、そんなことない。そんなもんですか。いや、けど、けど、うん、まあ、その当時は何言われようが聞かなかったと思います、うん、あ、でも、うん、その当時と今と比べたら、それ確かに選択肢は今の方が広いし、うん、なんか私からしたらもっと今ぐらいの選択肢が当時あったらなって思うことはありますよ。あ、確かにね、うんうん、は思うけど、うん、まあでも大人に言われてやるのは、うん、もう生まれたおぎゃ言った瞬間からのお利口さんですわ。うん。え、で、誰が、誰が、え、その言われてちゃんと聞いてお勉強する子は。いや、それ言い方や思いますよ。いや、
あの育て方ってよく言うじゃないですか。その育て方ある程度はあると思う。それはあの僕もよくちっちゃい頃、あんた育て方よう間違えたっていう、よう育てられましたけど、そうそうそう、私も言われました、言われました、うん、でも育て方間違えたって言われたけど、うん、で合ってますやん。僕ですか？ちゃんと勉強賢ですやん。いや勉強はね、勉強はね、うん、でもいろいろできないこと多いじゃないですか。まあまあそれはね、ね、いろいろできない。でもね、まあまあそうでね、まあまあうちの子のことはもうどうでもいいんですよ。いや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 、どうでもよくはないですけど。彼の運命なんで、あの、勝手に生きてくれたらいいね。どうでもよくはないですね。いやいや、まあね、言うてもどっかで気づいた時、自分でいつでも挽回はできるんです。まあね、まあね、うん、今の世の中特にね、特にね、別に高校でもいつからでも行けたりとかするんで、まあ全然それはいいんですけど、でもなんかいろいろやり直し聞かないことってあるじゃないですか。はい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 、じゃあ、あの時にこうしてたらよかったとか、逆にあの時にこう決断したのが今となってはんって思うこととか、なんかあります？そんな。いやいや、ありますよ。なんか後悔してるっていうのはちょっと違いますけど、あの時こうしてたら、まあこういう未来やったやろうなとか、あの時こうしてたらこんな感じの未来やったやろうなとか、なんかそういうなんかターニングポイントになる事件とか物事っていうのはやっぱありますね。まあ、あの結婚とか離婚とかもそうやし、アーティストやっててどうやったとか、その東京で作曲家やっててどうやったとか、なんかいろいろその時節目になる行動というか、その一点が何かそこを大きくこう分けたなっていう点は結構いろいろありますね。なんか具体的なのあります？まあ、結婚離婚は大きいですよね。離婚とかはまあ僕ありますよね。仕事の上でも例えば、あのね、これはねちょっと変な話なんですけど、例えばミュージシャンになるかどうか決断した時ってあったんですよ。その、あの、なんですか、学校の先生やってて、そのまま先生を続けるか辞めてミュージシャンに行くかみたいな、はいはい、めっちゃ大きい、めっちゃ大きな決断ってあるんですけど、今から考えたら、僕の場合ですよ、今からこっち側から見たら、今僕シャナナ TV 局長やらせていただいてるじゃないですか、ミュージシャンの道行っても学校の先生の道行っても今から見たらそんな、どっちを通ってもここに来てたかもしれへんなって思ったりしますね。通り道が違うだけ。そうなんや。どっちを、あ、その時どっちを選択しても、なんか結局先生を取ってても、なんか途中でこんな格好しますね。うさいわ、やかましいわそれ。君もや、君も同じ格好でしょ。私先生とかそんな賢なこと当時やったことない。ああ、まあね、あなたの場合あるか。私の未来こんなになってても別にや、ああねって感じ。あ、そう、どっちでも変わらんって感じね。いやいやいや、学校の先生やってもどっかでやっぱり多分ね、なんか違う、その先にまた分岐点あったやろうし、な、結局こうなってたよ、こうなってたような気がしますけどね。こうなってた気はしますけどね。あみこさんどうですか？私あれですよね、私2回離婚してるじゃないですか、今日ね、なんかほんまに鼻かゆいんですよ。なんかまだ嘘ついてます、ね、ついてない。今日ほんま鼻かゆいです。すいません、鼻鼻くそほじくって鼻くそほじくって、鼻の故障って、ごめんなさい。びっくりした、すいません、鼻くそほじくってほじくってないです。あれ、だから2回してるじゃないですか、1回目2回結婚してるんですよね。そうだから2回とも、私から言って、あのさよならしてるんですけど、まあ、1回目、まあ嫌なことがあって別れるじゃないですか。2回目もなんか、嫌なことっていうか、なんかと思って別れたじゃないですか。1回目、と思って別れて、じゃあ2回目に、じゃあそのと思ったことはなしにクリアできたんかって言ったら、できてないんですよ。どういうこと、どういうこと。だからね、私ね、結構今までにも、あの他にもなんか離婚はしてないけど、結婚までの話が進んでたこととかも過去にあったりとかして、その人と結婚せずに次の人と結婚したでしょ、でもその人としてても、その後にしてても、結局なんか、って思うことは、こっちへ、って思って、結婚やめてこの人と結婚したけど、この人とも、って結局なってて、クリアできひんじゃないですか、だからもう最初から全部我慢しとけばよかった。どれとしても一緒なんやつ。意外と、なんか言いますよね、なんか彼女とか彼氏とかの付き合い方って、誰と付き合っても結局自分は同じ付き合い方するから、関係性は大体一緒になるって言うんですね。そうなんですよ、結局ね、出来損ないが来るんですよ。じゃあ、あなたが出来損ないにしてしまうんじゃないですか。それよく言われました、甘やかしすぎっていう、ね、なるほどね、まあまあそんな、なんかちょっとかまこみたいなネタでしたね、今日は ね。でそんなネタが さらに続くわけですね。はい、ごめんなさい、はい、もうしばらく辛抱ください。はい、じゃあこちらご覧ください。
ください。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバに暖かくならないかしらね。タバコ、おかえり。来たわよ。いらっしゃい。よ、なんで今日走って入ってきたの。いらっしゃい。セーフ。何、なんかアウトのきっかけあったの。セーフ。間に合いましたね。間に合いましたね。もう最近早いですかね。ね、今日も健吾連れてきたのよ。なかなか好評ですよ、健吾。好評ね。ありがとうございます。ね、はいはいはい、自分で失言を取り消せるっていうところでね。そうなんですね。いろいろと消しましたね。契約どころですからね。はい、ありがたく使わせてもらってますけど。ねえ、本当。さあ、ではいつものあれをしたいんですか。あれですな。はい、うん、今日から。今日からちょっとね、はい、ソーシャルがあかんらしくてね。まあ、ね、フィジカルでいかんとあかんらしいのよ。あかんわけではないんですけど、ね、あかんわけではないの、まあ、ソーシャルというのはその人との人のつながりまで距離を置いちゃうっていう、うん、誤解されがちらしいですよ。なるほど、うん、だから社会的な距離を取っちゃいけないっていうことね。人は人とつながってないと。なるほど、なるほど。フィジカルっていうのはまあ一応肉体、身体的にか、身体的にね、っていうような感じなので、うん、そっちの方がまあふさわしいんじゃないかと。おお、WHO が言ってましたね。アカデミックなバーね、ここね。まあさておき、では大事でやってみましょうかね。フィジカルいうやつ、ね、はいはいはい、せーじゃあ行くわよ、はいはい、フィジカルディスタンス。お疲れ様です。お疲れ様です。あー、さすがキリンレモンね。美味しいですね。美味しいわね。ね、フィジカルで行くのね、はいはいはい、これからはね。そうですね、まあ、今はちょっとこれ撮ってる時とね、応援されてる時の状況がどう変わってるのかわからないですけど、ね、まあ、できたらそっちの方がいいんじゃないかと。なるほど、ということですね。ですね、はい、いやでももうね、はいはい、季節的にもね、そうです、ね、卒業シーズン、うんうんうん、はい、じゃないの。そうですね、もうちょっとですね、もうちょっとでね、もう制服の学生さんがね。そうなんですよ、うん、だからよくその卒業のイメージというか自体が、うんうん、まあ、例えばそのね、風邪の方がお店辞められるとか、はい、あ、風邪の方ね、風邪の方ね、風邪の方、ああ、上がるいうやつ、上がるやつ。卒業ってどうしてもそっちの方イメージしちゃうんですけどね。ああ、なるほどなるほどね、上がる言いますね。そうそうそう、確かにね。どういうことですか。90日間梨食べるんでしたっけ。そうです。今日あの子いないよって聞いたら、卒業しました。なるほどね。あの子いきなり消えてるってことですか。消えてるというか、まあ、まあ一応お辞めになったの。あ、なんかアイドルグループとかでも、そうそうそう、3月危機って言うんですよ。なんですか。3月になったらみんな卒業するから、なんかグループが解散したりとか、うん、メンバーチェンジになったりとか。なるほどね。ね、そういう 3月危機っていうぐらい、はい、ね、卒業のシーズンですけどね、うんうんうん、街を歩くは制服の皆さんがね、もうね、ね、ムンムンですよ、あれはね。ムンムンなんですか。ムンムンですよ、ムンムンでしょうかね。ムンムンですか。なんかこう、はいはい、でも制服ってちょっとね、うん、イメージがかきたてるものがありますよね。なんか、全般的に、もうだから制服っていうワードだけで収まらないんでしょ。なんか下にこうつくとか上につくとか。制服なんとかのなんとかみたいな。物とか。なんかつくじゃないですか。来たぞ来たぞ。確信入ってきたぞ。得意分野でしょ。いや、まあでも制服、そうですね。まあ、うん、得意分野というか、まあ、好きな分野嫌かもしれないですね。うんうん、まあ、あらゆる制服が僕は好きなので。はいはい。あらゆるね。はい、こう、うん、ちょっと引き締まるじゃないですか。
引き締まる、その気持ちもそうですし、うん、こう見た目も、うん、あこう普段なんかこうね、うん、エロそうな人がエロそうなっていうかもうねエロそうな人がピシッとしたこう制服とか着てると、うんまあ、それはそれでも2倍ぐらいですね、余計エロそうな、うん、着物着るぐらいの感じで、なんかね、はい、CA さんなんかどうしてもね、そういうので見てしまいません？あ、確かに ね、はい、ね CA さん、父兄さん父兄さんね看護あ、今は看護婦さん言うたらあったんですね看護師さん、そうですねなんかね、そう、あのまあ他、例えばあの昔ちょっとあのお参り行ってた時に巫女さんとか、あ巫女さん ねあれも制服ですよね、一応制服ちゃ制服ですよね、巫女さんはでも好き嫌い分かれますよねなんか好きなコスプレみたいな感じに話題的になってる気がするのよ、そう制服の一番いい時ってこう僕は最初一番最初着た時かなと思ってて、その着慣れてない着慣れてない感じが出てる方が、なるほどね、そっちね、着こなすよりはだからもう 3年で着なくなっちゃうっていうのが、まあすごくいいサイクルなんだろうな、あなるほどね、あのね女子校の方とかは、うん、その制服が着たいがためにねその学校を受けるとかっていうのは、うんうんうん、よく聞きますよね、ほんまや、うん、そうですよね、うん、制服が可愛いとその入学者も希望者も増えるぐらいね、あれ誰がデザインするんですかね、なんかでも有名デザイナーがするんでしょ、結構あの某航空会社なんかはすごく有名なデザイナーの方があ、とかって聞いたことありますけどね、学校の制服って誰がするんやろな、今はあんまりセーラー服とかってないんですか、いや、あなくはないんじゃないですか、あでも見かけんようになったかな、あるの、うん、あ昔ほど、今なんかブレザー的なねの方がイメージ強いとかが割と多い感じはしますけど、あるんはあるんや、うん、あれだからちょっと有名なあの AV の監督とかにデザインさせたら絶対可愛いの出来上がるような気しません、いや絶対可愛いというか露出多なるでしょ、いやいやいや、それはやっぱりあのね、開けるまでの楽しみがあるように、あなるほど、厳重包装する、なんともそうそうそう、なんとも言えんバランスで作ってくれそうな、そうです ね気がしますけどね、あなるほど、少子化問題も解決しますね、少子化問題解決するわねねえ、ブレザーよりもセーラー服の方が女の子もいいっていう子多いですよね、うん、あそうなんですね、なんかこうブレザーだからあの学校嫌みたいなっていうのは、逆に今でも人気あったりするんですね、セラ服はそうみたいですね、へえ、僕らはねセラ服の方がちょっと嬉しいですけどね僕の昔の中学校は、はい、あの一番その地域で多分夏服のセラ服が可愛くて、あそれをあ夏服のセーラー服って可愛いですね、ねあれね、6月からちょうど衣替えになるじゃないですか、あの時のね、なんかこう、爽やか感、爽やかですね、白、ね、になる、一気にエロくなりますね、なんなんでしょうねそうですね、船乗りでしょ、ルーツはそうね、うんうん、やけど、なんでね、そこね、こんなことに日本の文化でなってしまったのか、それちょっと調べて多少手を受けちゃうなぜそのセーラー服ブームが来たのか、うんうんもともとその海兵隊さんのやつを女子高生が着るようになったのか、うん、あそうですよね、それを見てまあ僕らも興奮してるわけですよそう、ね、はい、だからもう様々ですよ、それ決めてくるすごいことですよねそれを見て興奮して海兵さんがそれを着てたとして、まあ、僕は興奮はしないですけど着せ替えることによって興奮あれだ、あの大きなシャツを着たら、うん、女の子こう男用のシャツを着たらみたいな現象なんですかね、これ本能に刻まれてるのかな、あのちょっとこう長い目のこうニットとかね、はい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 、本能に刻まれてるんだよ、おそらく刻まれてるんでしょうね、ああいうブカッとしたのを着せるということがですかね、そうですね、多分なんか制服欲みたいなもんなんで、あちょっとダジャっちゃいましたねいやさっきの椅子より全然マシです、あマシですか、全然マシですすいません、分からないです、はい、でもなんかこう昔からそのだからセーラー服っていうのはその大人たちにこう、うん、ネタ的にいじられてきたっていう歴史もありますやん、うんうん、はいはいはい、ね、舞台とかね、そんなんで、うん、あのよくドリフがこうお下げ髪でセーラー服着てたりとかね、まあ面白く見えるっていうのもあれの一つの良さかもわかんないですね、うん、なんか
セーラー あとはもう僕がね、あのちょっとうるさいその日活ロマン的なやつでね、そうですね、なんか割とそういうテーマのシチュエーションの、うんうんうん、ね、ものが多かったような気がするんですけどね。あのね、女優さんで日活時代、うん、あの今でもご活躍されて池上公子さん、あの男女7人とか出たはった、ああなんか覚えてるかも、はい、あの人がね、セーラー服で出てくる映画があって、まあ、古い映画なんですけど、あの健さん、高倉健さん主演のね、うん、冬の花って映画なんですけど、女子高生の役で出てくるんですよ。で、健さんはそのお父さんを、うん、まあ、ちょっと肩ひじゃない方なんですね、健さんは。あ、なるほど。で、まあ、組織の、まあ、理由でお父さんを殺めてしまって、でその娘さんを、うん、まあ、足長おじさんのように遠くから見守りながら育てていくっていう、あ、ちょっとわびる気持ちがあり、そうですね、うんうん、ただその大人になったその少女が池上公子さんなんで、はい、このセーラー服むちゃくちゃ可愛らしいですよ。へー、まあ、急に思い出しましたけど、あんなに似合う制服の似合うね、もう素晴らしい、めちゃくちゃ綺麗、当時だから10代後半か、まあ、20代前半ぐらいなんですかね、あんな綺麗なセーラー服はもうね、あ、そう、もう普通に綺麗に似合ってはる、めちゃくちゃ似合ってます、まあ、まだ高校卒業してもまだ多分確か回らない頃やと思うんでね、その年代的に、なんかでも、うん、あの僕らのイメージとして、うん、ちょっとこうなんていうんですか、高校生とか過ぎて二十歳とかになってから、うん、セーラー服着ると、うん、逆になんか、うん、プロっぽく着たりする、うん、あ、ね、ところあるんですけど、だからそうですよね、だもう商品に変わるからじゃないですか。なるほどね、商品化されてるという、まあ、あれだって売りやすおったじゃないですか、はいはいはい、買うやつもおるしね、あ、そう、ありましたね、ブルセラショップってありましたね、うん、昔ね、そうそうそう、だから多分その役目を終えてからの使い道もあるんですね、あ、ちゃんとね、なるほど、ね、現金に変わるという、あ、現金に変わるね、うん、なんか割とこう、ね、ベテラン夫婦とかがね、こうだんだんマンネリ化してきたら、ああいうのでこう刺激を、ね、聞くけどね、いや、それどうなんですかね、どうなんですかね、そのやられてますか、ご家庭で、いや、もうだって着せてももう、似合わないというか、なんかこう違和感が先行しちゃいません、うん、なんか、あ、そうなんですかね、そうでもなんかまた新しい発見あるかもわからないなんかこう、いや、ええ具合にこう何、熟成だろう、こう売られてきたこうお肉にこうさらのサランラップを巻くみたいな、こう、あ、アンバランスさがまたこうそそるんじゃないですか。いや、でも、まあ、ちょっとやってみましょう。やってみましょう。試してから出ないとね。そうですね。だからからまあ、ぜひね、ご家庭でね、一回ご覧の皆様も試してみてください。マンネリ化されてるから。ねえ。あれでセーラー服言いましたけど、我々学生服どうしました？あれどうしたんやろ、あんな。いや、もう捨てたね。あれは活用しようないですもんね、あれはね。うん、ブレザーでしたか。いや、じゃあもう学ランでしたね。スネーディで、まあ高校は一応指定の学生服だったんで、うん、あんまりこういじったりとかできなかったですけどね。うん、まあいろんな学生服もありましたけど、うん、僕らの時ブレザーってまだあんまりね、なかったなかった、ね、うん。ほとんどなかったですよね。うん、学ランでしたね、うん。女の子はブレザーのとこも僕らの時もありましたよ。ああ、そうかそうか。うん、あ、学ランとブレザーですか。女の子はブレザーみたいな感じですね。セーラー服ではなかった、うんうん、ね、とかありましたけど ね、うん、で、あとなんか、うん、なんていうんですか、そういう先ほど申し上げたね、はいはい、僕のうるさい日活さんもそうですけど、なんかこう夜中ね、うんうん、こうあの暗くなって、ね、うんうん、お昼間はこう銀髪みたいな感じで、はい、そのよく何が入ってるかわからないけど、はい、夜になったら中が 身が見える自動販売機があったじゃないですか。え、あったあったあった、え、はいはいはい、あったんですよ、はいはいはい、そういう書籍を販売してる大人向けの、うんうん、エロ本見たらどうでしょう。エロ本です。エロ本、エロ本、エロ本の自販機ですか。そうそうそう、あったんですよ。そんなんあるんですか。うん、あのね、うん、中学校の時なんかね、その自販機がボンとはわざと子供が買いにくいところに置いてあるんですよ、その怪しいところではなくて、うん、ちょっともう公共のね、うんお、だから朝早起きてね、何人か、うん、まあ、あれも500円600円するんですよ、うん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 、で100円ずつみんな握りしめて左右に分かれるんですよ、でこう走っていってくれちゃって
どういうことですか？もう自販機がこうあるじゃないですか、はい、でこっち3人、こっち3人に分かれるんですよ、はいはいはい、で、1人目がこわーっと走ってきて、ここでこうちょりんって入れて、こっちに走り去っていくんですね。おー、だから、俺たちは勝ってないでーっていう体で、あー、なるほど、なるほど、見られたくない、そうそう、で、最後ドーン押してパッとそこ一番やりたくないですね。あれようできてましたよね、うん、その、うん、昼間はマジックミラーみたいな感じですわ、うんうん、そう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 、最先端、最先端かどうかは分からないけど、すごいですね、うん、なんか時代性を感じる、ね、あれ、うん、ああいうのもやっぱね、結構その制服もの多かった、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 うん、圧倒的にやっぱセーラー服多かったんじゃないですか、ね、今は昔でさね、うん、そうだね、今昔ですね、今昔物語でございますけども、うんうんうん、はいはい、そんな話してる間に時間そろそろ来ましたんで、はい、帰りましょうか、はいはい、タバコ、うん、ね、じゃまたつけとくわね、はい、またつけといてちょうだい、じゃまた、はいはい、気をつけて、セーラー服と一晩中、シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、おかえりなさいということでね、なんか今日はなんかグダグダいきましたね。そうだね、ちょっと、うん、あの前半の続きなんですけど、まあ続きますか、私一個思い出したんですよ、うん、あのよくね、ダメな人作るって言われるけど、うん、でもね、私ね、うん、今までね、うん、そのね、結構ダメなやつと付き合ってきたりとかね、うん、結婚したりとかしてきたんですけど、うん、結構いろいろなところ強制したんですよ。強制直した、うん、そう、うん、悪い癖とか仕事しない癖とか、うん、仕事しない癖とか仕事しない癖とか、いろいろそういうのね、強制してきたんですよ、うん、あ、そうなんですね。そう、なのでいろいろ貢献はしてきたんですよ。ダメな人を作っただけじゃなくて、あー、なるほどね。そう、だから解放された後にその人はちゃんと真っ当に生きていけるはずでございます。真っ当に生きてる結果ももう分かってはります？分かんない、分かんないです。じゃあ真っ当に行きましょう。バナナ TV